こんにちは、さーて今日はですね、オーストラリアのちょっとバスについて話したいと思います。で、まあ、オーストラリアって言っても僕がいるのはゴールドコーストなんで、ゴールドコーストのバスしかちょっとわかんないですけど、まあ、多分どこ行っても変わんないと思うんだけど、ちょっと不便なとこがあって、僕的には。それは何かっていうと、車内放送がないんだよね、オーストラリアって。日本だとで、まあ、日本だとっていうか、まあ、僕の住んでる横浜では、 普通にバス乗ってたら、まあ、次のバス停どこどこですみたいな車内アナウンスがあって、あ、じゃあここで降りるからボタンを押そうとか。まあなんか、なんていうのかな。これはなどこどこ行きのバスですよみたいな車内放送がいろいろあるじゃないですか。まあ、オーストラリアはまあ、その一番最初に、なんていうの、バスのさ、前にさ、どこどこ行きとか何番とか書いてあるから、まあ分かることは分かるんだけど、そういうアナウンスがないんだよね。だから降りるときに <laughs>、 い <laughs> いつ押せばこのどこからどこまでがその降りたいバス停の範囲なのかわかんなくてだから早めに押しすぎちゃうとその1個前のバス停で止まることになっちゃったりとかなんかそれ気づかないでなんか自分のバス降りたいバス停通り過ぎちゃってみたいなだから押すタイミングがねその降りたいバス停とが何て言うの降りたいバス停 で、降りるタイミングで押せるのか、降りたいタイミングの範囲なのかっていうのはわかんないんだね。走ってて。だから、それをいつ押せばいいかっていうのはね、全然わかんなくて、しか押したとしても何も音しないのよね。基本的に。だから一番前のバスのとこあの運転手の隣、てかまあちょっと上ら辺にライトがあって、それをバス押すとそのライトが光るだけな でもそのライトによっても違ってなんか止まるっていう文字が出てるライトもあればただなんか青いライトがピカッと光るだけみたいなのもあるから,だからそれもねしかも1回結構強めに押さないといけない日本みたいな角好でポチッと押したぐらいだとなんか反応しなくて最初なんか俺1回押して反応しないやだと思ってもう1回2回目強く押してやっとついたからだからねそういうところがねちょっと 不便だないつ押せばいいのか分からなくて、降りたいバス停で降りれんのかもちょっと分かんないから、なんか結構 Google マップ見て、バス停の数とか数えて、あついここだからみたいな感じで、なんか現在地見て、あ、もう結構近づいたからこの辺で押せば、降りたいバス停で降りれんじゃねみたいなのを確認しないといけないんで、それはちょっとね、オーストラリア、バス不便だなっていう風に感じてるところですね。まあ、慣れれば多分ね、いいと思うんだけど、 毎回だって同じバス、何ていうの、同じ番号のバス乗るわけじゃないから、この日はこれ乗っても別の人これに行きたいときは、ね、初めて乗る路線のバスもあると思うから、まあ、慣れれば覚えると思うけど、っていう、なんかちょっと、うん、そういうことですよ。<laughs> っていうのは、まあ僕の留学のね、体験でした。それでは、さよなら。